皆さんこんにちは、ゆりこタイガーです。どうも、久しぶりです。今はもう場所が分かってたのかな。超多分東京の一番有名なの神社、神田明神でございます。で、今日は何の日、これわかるかな、節分の日なんですよ。で、節分は、まあ、海外ももちろんないし、私も正直そんなに詳しくないし、今日は節分の日だってそれが分かってて、でたまたま秋葉原に乗っとったら、そういう神田明神にお祭りねやってるみたいなので、お久しぶりだからちょっと行ってみようかなと思います。そんなにむずいの撮るのは。私は結構苦手。ちょっとわかんないですね。自分の手が、あのイタリア語で、ね、モッツァレラの手なんですよ。モッツァレラわかる？今どうしたよね。なんか今すごいどうした。モッツァレラチーズのこうなんです。あ、子供怖くない？子供おもろすぎる。めっちゃうわーってしてるよね。かわいいよって言ってる。かわいすぎるけど、かわいそうでしょうね。失礼いたします。お待ちくださいませ。取れるかな。みんななんか帽子とかで取れるようにしてるよね。それがちょっとずるんやな。私もやろうかな。やばい、ドキドキする。やったことない。やったことない。めっちゃ緊張する。まだですよ、まだですよ。まだまだまだかまだと言われちゃった。はい、もうゆっくり前の方にお進みください。続いてパンパンのレープ前赤もやっぱり赤がちょうどいいかも。はい、全然一個も取れてないよ。
ちょっと取れたかも。あの最後にね、ちょっと頑張って、もう袋じゃなくてもう手で手で取れてた。まずちょキッズキャット一番さ、キッズキャットがあったんだ。キッズキャットとあとでかいよね。ポテトチップ大好きだからよくある。あとはあこれこれがね超ラッキーだった。じゃじゃーん。これはすごい。これがねちょっと頑張ったからこんな感じにします。そしてちっちゃいものはこんな感じです。アメとグミとお豆。お豆。はい。さっき鬼がいましたよね。うん、鬼にこの豆を投げるっていうのはこの祭りです。みんな鬼だ。これじゃあ一回開けて、あの、うん、あなたの年齢だけ食べていい。あれあれ年齢何歳。その数だけ食べていい。あじゃあ20かな。20個食べようか。あね、あやくそ。23歳ですね。23歳。12。じゃあ123。あうまい。お。うん、え、でも普通にうまいけど、これえ、これ鬼にもったいない。これワインとめっちゃ似合いそうだと思うけど、え、ワインと食べたいな、これ。どうでした、初めての節分祭り。面白い。なんかもっとこの祭り地方とかにも見たいなってちょっと思ったんですよね。うん、でも何これするんだろう。でもすごい面白いし、子供ちょっとかわいそうぐらいってちょっと思ったね。どうでした、人いっぱいだったけど、どうでした。なんかおばあちゃんめっちゃ多かったね。おばあちゃんたちがかわいかったっていうか、めっちゃ元気だった。いや面白かった。もっとね海外とかもねこういう文化はね知ってほしいなって思います。難しかったですか、豆取るの。意外と難しかった。あのまあ取るのは簡単だろうって思ったら、もうみんなそういう帽子とかなんか袋とかも用意してたから、あと慣れてる。いやすごい慣れてるわ感じはするから、もうキャッチとかはもうね、もうベースボールよりの方よりもねすごい上手だったから、あれ意外とこれ取れないなって思ったより難しかったね。でもちょっと取れたからやったん。こんな感じで神田おみくじのおみくじ今年初どうなるのかな。はい、はい、せーのパパン。あれみんなの顔ちょっと良くないな。あら、いや普通チキチ、ちょっとチキ、いや大丈夫だ。どう、チキチンだって。まあ大吉じゃないよね、今年は大変だよ、これからは仕事大変なことになるよ。あでもでも夢は叶うんだって、今年がね絶対叶う。されど、え、されど無理、どういうこと。されど無理、されど何の意味。無理なことを言う。願いは叶うけど無理なお願いはしないでね。例えばお金持ちになることとか。それは彼氏見つかること。どっちなんだろう。はい、お守りタイム。ちょっと買っちゃったね。お守りは今回買ったのはこちら。ちょっとストレスとかやっぱりあの祝辞とか考えるとちょっとストレスが最近ちょっと多かったので、こちらのお守りと、あと最近新年会とか忘年会とかもう名刺を渡すねチャンスが増えたので、名刺入れの、初めて名刺入れのお守りって買った。これでね仕事が増えたらいいな。
そして自分のタフのお守り、お守りじゃないけど私の大好きなホロライブのね、ここに開けたいと思います。もう子供すぎてごめんなさい。最近一人のメンバー、そのわためちゃんというのメンバー、可愛い VTuber さんはね、ライブに行って、でわざと彼女のライブのためにこの髪型してたの。そうだから最近髪変えたって誰も気が付いてなくて、ムカつく言いますよ、ムカつく。誰が出てるのかな、かな。嬉しい、ちょっと、わためちゃんだよ、ちょっと。ちょっと、嬉しい。ちょっとさっき言ってたの、わためちゃん、わためちゃん、ちょっと見て、最近いたバッグでつけてるの、かわいい、かわいすぎるからみんな見せたい。これもつけてる、すごくない？これわためちゃん大好きー。イエーイ。じゃじゃーん、恵方巻きですよ。初めてちゃんと恵方巻き手で取ってます。っていうか思ったよりサイズが大きい。大きい。これみんな一気で食べられるのかな。いやすごい、私のね顔よりも大きいんですよ。なんかエッチ。なんかエッチ。はい、ということで初めて節分をねちゃんとお会いして、あの恵方巻きをも、これ関西巻きではない、海巻き、海鮮シーフードです。海鮮巻き選びました。こんな感じです。ちょっとねさっきまで食べたのなんか写真撮ろうってしてたんだけど、全部ちょっとエッチな感じにしてたから、でじゃあちょっと諦めようかなってちょっとぐちゃぐちゃになりました。でお魚、イワシですね。これサラダ巻き、あ、じゃあこれはサラダですよね。はい、3種類ね恵方巻きをさっき高島屋に行ってデパ地下で買ってきました。もうすごいうまそう。はい、節分の日は恵方に向かって巻き寿司を丸かぶりするっていう、恵方っていうのは恵みがある方向だから、いい方向のことですね。おー、その方向が今年は、はい、東北東。お、東北はねちょうど行くかもしれない、4月に。そうだから東北東を向いて食べる、ね、でちょうど、はい、こっちが東北東。そうですよね。これがみんなってさ、まあ、ツイッターの人間だからちょっと分かんないんですけど、みんなこんな感じで食べるんですけど正しいですか？そうです、丸かぶりの由来って言って、これは、まあ、今食べやすく周りのは切りましたけど、ゆり子さんが食べるのは切ってないのはそのまま食べるようにしてます。OK です。じゃあこんな感じでこれをむ、恵方に向かって巻き寿司を丸かぶりすると幸福が回ってきます。はい、じゃあいただきます。うまっ。なんかカニ中に入ってる。うまっ。これすごい豪華なやつなんですけど、そうマグロが入ってます、エビが入ってます、カニも入ってます、とサーモン。わお、多いね。これ全部食べきれないんですよね多分。まあ全部食べずに歩く程度丸かじりしたら置いちゃって大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、では初めての恵方巻きどうでしたか？美味しかったです。なんかやっぱり普通の、巻きとかよりはすごい量が多いし、まあ、とにかく大きいですね。大きい。でもこれで幸せになれるいい運気がねできたら回ったらいいなって思ってますので、今年はね
マスクの知らない世界にも出てもらったし、グレンダイザの、仕事もいただいてるし、もう最近のオフ会とか撮影会はもう1分で全部満席になってるから、いい方法に向いてるんだろうなって思って信じたいです。はい、ではもう一つ、日本のウエストサイドの風習にはなるんですけれど、イワシっていうものを食べる風習があるので、まあ、今日焼いてみ、ね、買ってきたので食べてみてください。イワシは食べますか？イワシはね、普段食べるんです。で、実はちょっとイタリア人あんまりやらないやり方がね、食べるんです。ピッツァの上に食べちゃうタイプだから、よくいろんなイタリア人からちょっと嫌われてる。でもこういう綺麗なやつなのは、旅行に行ったりとか、そう観光してた時だけは食べたことあるんですよね。うん、でもうまそう。いいですか？はい、どうぞ。いただきます。で、皮がちょっと酸っぱいとか聞いてたので。そう、塩焼きなので皮は塩が効いてると思います。でもせっかくだから食べてみたいんだけど、ちょっとあんまり綺麗じゃないかもしれない。ごめんなさい。はい、いただきます。すごい、味が強いんだけど、口の中に入れて瞬間に優しい感じはする。なんて説明すればいい。でもうまいです。柔らか、すごい柔らかい。実はあれついてるんだね。あれなんだっけ、骨？イワシはね、骨ごと食べますよ、日本で。そうだね、ちっちゃい。うまい。おいしい。え、ボアノ、モルトボアノ、モルトモルトモルトボアノ。お魚いいよね。日本の魚大好きだからね。うん。めっちゃ甘いです。はい、節分にイワシを食べることで、無病息災、要は病気にならない。あ、そうなんだ。うん、っていう風な風習で食べたので、今日、まあ、今年はね、健康に過ごせるんじゃないですか。ということで、皆さんと節分ができたと思うなんですけど、どうと思いますか？よかったらいいねとかコメントもしてください。いつもコメント読んでますよ。ありがとうございます。応援ありがとうございます。そして、ファンクラブ、そしてファンクラブも始めたので、よかったら この下にリンクとかもクリックしてみてください。またよろしくお願いします。チャオチャオ。